阪出身ではないのに大阪出身と言い切ってる人。まあね、おっちゃんみたいに大阪で生まれて育ったら、それも朝からたこ焼き食べて、でそこからもう通天閣登って、でそこからもうグリコを拝んで、でそれからまあ吉本新喜劇見て、そりゃせやおっちゃんみたいにそんな大阪生まれ育ってんねやから、せやで、そんなあれやな、今の若手はせやけ元気ないな、な、そりゃ女は若者、若手はそりゃ元気でなけりゃいかんねんからな。そう、あれやで、おっちゃんもあれやで、吉本系やろ。そりゃそや、そんなおっちゃんもな、吉本入りたかったやね。昔からな、若い時から吉本入りたいってずっと言っとったやん。そやけどな、入られへんかったやん。なあ。おっちゃんな、俳優ならなあかんかったやろ。なあ。おっちゃんおもろいやろ。そりゃそや、そんなあれで、おっちゃんだってわけわからん、おっちゃんがこんなとこ大阪出身でな、大阪出身の大阪で生まれて育ったおっちゃんがわけわからんこと言ってるわって言って言うとんなもんやん、そりゃみんなからしたら。そやけどあれやで、おっちゃんあれただもんやないで。おっちゃんなもんあれやもん、日本の国より金持ちやで、そりゃ日本の国より金持ちやん、そりゃそやん、こんなおっちゃん今30円あんねん、ここに。そやで、日本の国は金持ちやで。当たり前や、そんなおっちゃんも30円持ってんねんからな。日本は借金だらけやで。おっちゃん借金してへんもん。なあ、おっちゃんおもろいやろ。そやで、ほんまおっちゃんもな、大阪で生まれて育ってるから、この後何するか言ったら、もうそりゃもう家帰って塀越えて寝るわな。そやそや、そんな塀越えて寝るってそんな汚い話ないな。そう、世の中にはやってはいけないことと悪いことがあるな。な、どっちも一緒やろ。おっちゃんおもろいやろ。以上、大阪で生まれて育ったおっちゃんでした。どうもありがとうございました。